い、どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ヨッシー崎トロールということで、ヨッシーは鍵っていう意味になると思うんですけど、ヨッシーの卵から生まれるのがヨッシーじゃないで鍵っていう意味なんじゃないんですかね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78% でね、僕記憶がまだ曖昧なんだけど、ヨッシーの卵の中に鍵を入れることができたよね。それじゃあ始めていきますか。今日は開幕殺しないようだな。しょうもねえ。これ上と下どっちなんだろうね。一旦上から行ってみようか。上のあのキノコの方怪しいよね。何やってんだ、だからすいません皆さん、最初からボミスばっかり見せちゃって。ここはスピンジャンプで抜けていこう。そして上のこっちの方が正解なんじゃろ。エンジェルハナー、もう上は信用しない。このコースの全ての上信用しないでいきたいと思います。じゃあここは一旦このメットを持ってパウに当てろっていうことだろうね、きっと。そして右に行く。ナイス引っかからなかったよ、あなたには。危ね。あ、いや違うんだって、トロールコースってさ、罠を回避したら気が緩んじゃうじゃん。そして次の罠に引っかかるみたいな、そんな感じだよ。さあ次はどんな。いや、ここは何もしない。あっつよしよしよし、だいたいすぐに襲ってくる系はね、何もしないでいいんだよな。さあここはどうすればいいのか。なるほど、このバネの上に乗れてか。ジャンプしたら何もないだろうな。てやでい、みんな今日ね、このコース神コースの予感がめっちゃするね。じゃあここはバネを持って下に置いてジャンプすれば当たらないっていう感じでしょう。なんでよ、上のさ隙間があるじゃん、あの隙間に入れってことかな。これでいける。よし、いけた。さあここでオンオフをしてどうなる。ジャンプする。いや一旦ネット投げようか。そうしたら、いや、やっぱ来るよね。こっち来ないで、このままジャンプ。ナイス、なんで。じゃあここは右にダッシュして、ブラパが出てくるより早くジャンプしておけろっていう感じだと思うんですよ。そしてこのブラパを倒して先に進む、これが正解だと思うんだよな。ガリガリが、あれ上に行けないね。え、こっちじゃないの。この土管に入れるみたいな感じなんかな。うわ、入れんね。もしかしてメットかぶってこなきゃいけないみたいな感じだったんかな。いや、抜けれるよマリオ、あなたなら抜けれるはずだ。スーパーローリングガリガリガーリックチャー。いや、かぶっていくと思ったんだけど、ここかぶるのは絶対違うね。この青のマスのところに閉じ込められちゃうもん、ジャンプしたら。なんでこのまま右に行くことは間違ってないと思う。ただこっからなんだよね。こっからトム兵がいるね。なるほど、ここでキノコ出してくれんのか。そしてこのまま右に抜けれるっていう感じで、ここで中間ポイント頼む、取らしてくれるよな。どうなんだ、このまま走っていくぞ僕ら、取らして。よしさあ進んでいきましょう。いや違うんだって、これは。じゃあ一旦さ、ここでパワーブロックを発動して右のブラパを倒しておくじゃん。でこのパワーも持っていこっか、絶対これが。邪魔くせ、頼むってもう、誰いつもそんなことばっかしてさ、何が目的だ、金か、金なら後ろにあるぞ、だからどけよこのバレ野郎が。なるほどね、右にもブラパがいたのか。っていうことは、左のブラパだけ倒すたびにはこの投げのマークのところがあると思うんだけど、ここで投げれば大丈夫っていう感じでしょ。大丈夫そう。さあ行きますか、どけ花。長年の恨み晴らしてやったぜ。でここの四角のマーク怪しいな。ここでボム兵か、上を開けるのか。いや一旦下開けようか、こっちが怪しい、襲ってこないだろうな。さあこれでいけるっていう感じでしょう。上のブロックを壊しても見たいんだけど、じゃあここで一旦今のバブルは当たらなかった感じでしょう。こっから投げる、これが正解。どこ行ってんの。いやまだいけるよ、こっから倒したらどうなる。右に行ったらいけないってことは、もうこのメット投げるしかないと思うんですよ。右ギリギリで投げてみようか。そしたら君に届け。君に届いたね。そういう恋愛漫画あったよね。さあここはどうすればいい。一旦このメットを投げてオンするっていう感じでしょ。上に花がいるじゃねえか、絶対あの花落ちてくるよ。あっつ、いやここオンオフすることは間違ってないよね。でもあの花が落ちてくると思うんだけどな、どうなんだろう。バブルが通り過ぎて右。ナイス、そういうことね、僕はもう分かってるんだよ。なんだこの電撃イライラ棒みたいなやつ。ここは右出しで抜ける、早く抜ける、これでいいでしょ。大丈夫って。もういい
いやこっち来てくれよ。そんな笑ってんじゃねえ。あこっから難しいぞ。四角の枠があったよね。そこに寄っておけば大丈夫。絶対当たったと思った。よくあるよね、バブルがすり抜けるやつ。あれ何なんだろうね。さあここは邪魔もしれない。大丈夫、まだ大丈夫だ。これはもう終わった感じですか。頼む。もうダメじゃねえか。このはガリガリ台だ。すり抜けれないから、ちょっと狙っていってみていい。頼む。この先チェックポイントって書いてるんだけど、どうすればいいんだろう。すぐ行けってことかな。ここに置いておけば大丈夫みたいな。あれ、何もないよね。あのバネをどうにかしてね、手に入れなきゃいけないと思うんですけど。あ、分かった分かった。これでバネが落ちてくるのか。そしてここで上に行けるっていうわけだね。さあ行きましょう。ここは中間ポイント取らせてくれたね。で、青か赤か。赤いけんのかな。赤いけんね。じゃあ青はいけるのか。それじゃあ進んでいきましょう。ここはもう何かに引っかかりをかしかし、おつおつ完璧。やったね、当たりました。1/2。それじゃあどんどん進んでいこう。この調子でいきますよ。これは何、かぶれっていうことか。上等じゃねえか。この棒かぶって右にダッシュと言いたいところですけど、上に一回当たって右に行く。これが合ってるんじゃない。で、このジャンプ石親父。なんか次バネがあるんですけど、このバネ持っていけってことかな。一旦持ってってみる。このバネ持っていくことが正解みたいな。ここさっきと違うんじゃないか。頼む、さっきと違うパターンやめてよね。さっきと違うやんか。いや絶対さっきと違うと思った。なんとなくそういう予想はできてたんだけどね。さあこのバネを持っていきましょう。このバネいるのかな。最後にやっぱいりますみたいな、そんな感じの来そうじゃない。じゃあここで一旦、ここまではいいんだよね。こっからあの石親父をどうやって捨てるかなんだよね。このまま下から行けってことかな。これで行ってってみる。邪魔くせえ。これ上ってらさ、ガバ発見しそうじゃない。どうなんだろうね。ちょっと行ってってみていい。どうだ、ガバ発見するのか。ガバ発見してしまいました。さあ戻ってまいりました。見たこともない罠にもやられて。じゃあここは一旦石親父を落としておいて。なんか上にもいるな、他に。この上にもいたぞ。じゃあこっからピージャンして右に進めっていう感じだね。なんであんたがピーをすんだ。ここはさ、ブラッパにピーが押されるより早く進めっていう感じだから、なんで一旦ここはこの調子で右。いや、あコインを取ったらいけなかったんじゃねえか。いや、まだワンチャンあるよ。これはどうだ。やったやったやった、こっちが正解だ。いやそれじゃあ次は絶対にもうコインを取らない。そして皆さんお気づきでしょうか、僕はまだバネを持ってきてるんですよ。このバネ最後に必要になってくるのかな。最後にさいるんだったら僕の推理すごくない。じゃあここは右に走っていく。これが正解でしょう。頼む。あ、今合ってたんじゃない。なんかさ、ガリガリの下にブロッキーがあったんだよね。さあこれは熱々、本当に4つ。それ、じゃあこの土管に入るとすぐバブルを避けろっていう感じだろうね。それか上じゃないよね。これ左絶対ゴールできないでしょ。やっぱりそうくると思った。あれ、いけんのかな。うわ、やっぱダメだよね。オンオフをすんなってことかな。なんでここかもしんないね。あのガリガリの中に何もない。なるほど、あのガリガリの中にさ、青いブロックが隠されてるんだよきっと。それでこれで上に行けるっていうわけだね。さあ進んでいきましょう。どうなる。戻ったくない、これ右。なるほど、そういうことか。このままゴールへと連れてってくれるんだね。そしてよし、あっちょ、いや大丈夫、まだ大丈夫だよ。右下なんかあるもん。このバネ持ってっていいのかな。さっきからずっとこのバネ持ってってるけど、あ、ここでヨッシーのこれが鍵が手に入るっていうわけなんだね。鍵じゃないぞ。鍵じゃないよ。待って、これは右で合ってんのかな。
や、まあ、こっちしか行き道ないもんね。これが鍵っていうわけでしょ、きっと。さあ、この鍵を手に入れて、右は何もないよね。これでゴールっていうわけだと思うんですよ。どうなる？頼む、ゴールに会ってくれ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、スケーリングザスパイキーサミットって書いてるんだけど、坂の上からどんどん鉄球が落ちてくると思うんですよ。それをかわしながら頂上まで目指せっていうコースだと思うんですよね。すみません皆さん、数々の一発マリオを攻略してきたこのピオキング、鉄球を避けながら坂を登るぐらい動作もないことなんですよ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率 1.04%、 もしかしたらワンチャン一発でいけるっていう可能性もある。待って、オートスクロール聞いてない、そんなの聞いてないっていや、まさかオートスクロールだとはな。クリア率が低い理由はここにあったのか。しかもこの鉄球めっちゃ速くて、ちょっと速いって面白すぎ。いや、思った以上に鉄球落ちてくるの早いね。坂だからかな、こんな速さ今まで見たことないぞ。まずい、追い込まれた、この無機物野郎が。これ右に行くのがいいのかな、それとも左に行くのがいいのかな。一旦右に行ってみようか。左に行っちゃうとさ、追い込まれて何もできなくなっちゃうから、おかん、これはなかなかいいかちゃう。キーすいません、舐めてました。ただ僕は鉄球を避けるだけのコースだと思ってたんですよ。こんなに難しいものだとは思ってませんでした。これなかなかいいんじゃない。頼む、もう落ちてこないで。そんなおにぎりコロコロはやめてね。きたどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。